海に近く海抜が低い地域、津波の避難場所がない場合、どこに逃げればよい？はい、避難場所を独自に見つけて歩きやすく道を整備した自治会があるんです。鎌倉市材木座地区、海に近く海抜が低い場所にあり、予想される津波の高さは最大で13メートル。地区のほとんどが津波浸水想定区域に指定されています。この津波被害から住民を守りたいと、材木座自治連合会は東日本大震災発災後に防災部を発足しました。大きな建物ないですよね。大津波来たらもう全滅。津波から逃げるための高台を見つけよう。防災部の皆さんは子供の頃遊んだ記憶を頼りに街の中をくまなく歩きました。その結果、7カ所の高台を発見。土地の所有者とも交渉をして避難場所として住民に周知しました。7カ所もあれば分散して避難することができますね。それはもう最高に安心です。井の一番でここへ逃げるとしかし高台に行くには草木で覆われ、とても歩けない場所も。そこは自治会と住民の皆さんで草を刈り、階段を作り、手作業で避難路を開拓しました。でみんなでこのコンクリートの板を、これを運んで道を作っていったわけです。 3、4ヶ月かかりましたね、その後10年以上にわたり整備や訓練などを継続してきた材木座自治連合会。そして2023年、鎌倉市長が現地を視察。今後市の事業として舗装工事、誘導灯の設置が行われ、より安全な避難路として整備されることが決定しました。行政にこれ投げるだけじゃダメでしょうと、自分たちの命だから自分たちで力を出して、結構長い時間かけてですね、防災の活動を進めてきた成果が、出たかなと思いましたね。災害による被害を想定し、避難場所を自分たちで探しておくことも必要。安全に避難するためには避難路の整備も大切です。継続的な活動は行政を動かすこともあります。